レクサムフットボールクラブは、ウェールズの都市レクサムを本拠地とするサッカークラブである。2020から2021シーズンはナショナルリーグに所属。2007年ウェールズのレクサムに本拠地を置くクラブではあるが、イングランドのサッカーリーグに参戦している。ウェールズのカップ戦であるウェルシュカップで最多23度の優勝を経験している。 しかし1995年以降イングランドのリーグに所属しているウェールズのチームは同カップ戦に出場できなくなったため1995年の優勝以来このタイトルからは遠ざかっている。ウェルシュカップではウェールズのクラブ屈指の成績を残していたが1921から22シーズンから参入したリーグ戦では長らく低迷し、 初めて2部リーグに昇格したのは1978から79シーズンだった。そのシーズンに15位となったのが今までのクラブ歴代最高位であり、カーディフやスウォンジーとは違い、1部リーグの昇格経験はまだない。その3年後の1981から82シーズンに21位で2部から降格した。これまでに2部リーグに所属したのもわずか4シーズンのみである。 クラブはその後さらに低迷の一途をたどり、2007から08シーズンにプロリーグである4部リーグからノンプロリーグの5部に初降格した。2020年現在、まだ4部への昇格は果たせず5部に止まるシーズンが続いている。FA カップの最高成績はベスト8、f ルカップの最高成績もベスト8である。 また、UEFA カップウィナーズカップでも1975から76シーズンにベスト8の成績を残している。1試合最多観客動員試合、1試合最多得点勝利試合、1試合最多失点敗戦試合、国内タイトル、国際タイトル。ありがとうございます。